まずは受賞おめでとうございま す。今の率直な気持ちをお聞かせいただけますか。うん、やっぱり MVP なんで、本当に嬉しいし、こう競輪界の頂点として選んでもらえたんだなというマジで嬉しいですね、はい。それを踏まえて2019年1年間どんな年でしたか。まあ、安定してこう自分の体調も整えられたし、もう一層一層こう気持ちを入れて走った結果だなと、改めてこう気持ちの部分が大きかったんじゃないかなと思います。まあ、自分の中ではやっぱりね、グランプリも取りましたし、 G1 の優勝が欲しいですね。その先のことはまあいろんな要素が噛み合わないといけないんで、まずはそこのスタートラインに立ちたいです。2連覇は、2連覇したらもうかっこよくてやばいね。やばいですね、ファン増えちゃうじゃん。25万人からどんどん増えちゃいます、ね。50万人になっちゃう、2連覇したらなっちゃいますね、はい。まあ、初めて会ったのはヒロトが小学5年生ぐらいの時だったんで。そんなに前なんですか。小学5年生で、ほんとちっちゃい子が、慎太郎さん頑張ってくださいみたいな、応援してますみたいな感じで手紙くれたりとか、その次の年も来てくれたりとかしてたんで。もともとファンだ。まあ、自転車彼も乗ってたんで、その競輪を見てたんですよね。で、俺みたいにこうなんていうか、あまりこう体のでかくない選手が上位で走ってるのはすごいと思ったっていうふうにその当時は言ってましたよね。ほら、あんなちっちゃかったガキがこうやって俺とグランプリ走って、まして G1 の決勝もまた走って、あんなちっちゃかったガキに俺負けると思わなかったぜみたいな話をしながら。感慨深いですね。そうだから、自分でそういうふうに、でヒロ手紙もくれてた俺に、子供の時に。その手紙にいつか慎太郎さんとグランプリ走りたいですみたいなことを書いてたの。だからこいつすごいねと思って、だから君はあんなちっちゃい時にグランプリ走りたいって言って実現したからすごいよねって言ったの。本当ですね、有言実行。うん、そしたらヒロトも慎太郎さんもあれからもうずっと年数が経っておじさんになってんのに、慎太郎さんがすごいですよって褒めてんのか褒めてねえのか分かんねえようなことを言って褒めてくれました。自分でいろいろ工夫して、レースもそうだしトレーニングもそうだし、まあ、食事だったりとか、はい、自分の工夫次第ではどうにでもこうプラスの方向に持っていけるっていう意味では、すごく俺はね、この仕事はいい仕事だなと思ってます。大変だなと思う時もたまにあるけど、それよりはやっぱやりがいの方を感じますよね、うん。ちょっと先ほど肌年齢が28歳というふうに、そうそう、この前ね、番組の企画でちょっと測ったら28歳。私30歳だったんですよね。ちょっとプロテイン飲んでる？飲んでないです。飲まないとダメ、プロテインは。ちょっと後でおすすめを教えていただいて。 OKOK、 任せてください。ありがとうございました。